はい、ダンです。長野県に移住して失敗っていう話ですね。松本とか軽井沢とかこの辺がまあ人気ではあるんですけども、実際移住してみて後悔っていう声もありますね。松本はですね、オウムのサリン事件で結構有名になった場所ですけれども、たまにですね、旅行で訪れるのと住むのはやっぱり別次元ですね。で、移住して失敗っていう声も結構あると。なので僕いつも言ってるんですけども、国内でも海外でも、下見ですね、あと短期滞在、そしてホテルとか旅行者としての目線ではなくて、できれば民泊とかですね、エアビーとか使って、実際にその、住んでる人と近い、立場でですね、滞在をしばらくしてみるっていうのをお勧めします。やっぱり住んでみて、不便さとかですね、その辺を感じたりとか、その辺のその空気感ですね、自分に合うか合わないか、あとはコミュニティのその、文化というかですね、そういったものも、しばらく滞在すると分かったりするので、後悔を減らすことができるんじゃないかなと。長野県はそもそも田舎暮らしに憧れてですね、移住したい県のですね、結構上位に来てる場所なんですよね。で、新幹線も通ってますし、あとは長野自動車道とかですね、上信越自動車道ですね、こういった高速道路がありますので、関東へのアクセスも、悪くないと。そして自然が豊かで、お蕎麦とかね、おやきとか美味しいものもいっぱいありますけれども、あとはやっぱり松本城とかですね、いろいろその観光地、上高地もそうですよね。軽井沢、草津とかですね、そっちの方にもアクセスがいいということで、やっぱりそういったその、イメージで、がすごくいいので、移住してみたいという人もいるんですけど、やっぱり住むのは全然違うと。やはりですね、注意点としてはですね、中心部から離れた場所だとやっぱりバス停とか駅がなくてですね、あとはあっても運行本数がやはり少ないと。で、交通手段の部分ですね、結構困ると。スーパーとかですね、薬局、病院とかが近くになかったりとかですね、あと冬場は水道とですね、道路が凍結やはりありますよね。除雪も大きな負担になったりと。あとはその地域のコミュニティですよね。そういうの、人とのやり取りがめんどくさいという人はこういうのめんどくさいですね。日本の場合は特に。なかなかですね、こういったその注意点を知らずに、いいイメージだけで、移住すると後悔してしまうというところですね。ただですね、自分で仕事を自宅でできるようになると、人と、田舎に行ってもですね、余計な人とのつながりをそこまで、例えば仕事とかですね、いうので、関わる、煩わしい人間関係を持つ必要がなくなるので、どの場所に移住するにしても、オンラインで自宅で収入を得る方法っていうのは結構有益かなと思いますね。人間関係からの解放っていう意味でも。そこで個別コンサルということで、オンラインビジネスでどの場所にいても収入を得るためのコンサルっていうのをやってますので、もし興味があれば動画の下にある説明欄の方から無料のメールマガジン登録いただいてご連絡いただければなと思います。フィリピン移住のコンサルですとか、海外移住のコンサルっていうのを、オンラインビジネス構築以外にもやってますので、ぜひ気軽にご連絡いただければなと思います。いつもありがとうございます。